で、あの孫さんが言ってた、世界の中心だ、孫さんは、じゃ山中教授は10年前に初めて渡米したが、その後は毎月米国に行っている。世界の中心だから米国に行くべきだ。多くの若者が才能を開花させている。孫社長は、これからの我が社は英語を第一言語にしないといけない、開かれた心で海外を見てほしいって言ってるそうです。で、まあ基本的にはね、やっぱりね、あの日本に勤まってちゃ、あの得られる知識とスキルっていうのはやっぱり限界点があるんですよね。やっぱりやっぱ結局人とのつながりだから、あのいいタレントってのは、あの人と会うにはやっぱりコネクションだよね、ネットワークが必要になるんで、それするためにやっぱりどんどん新しい人とかね、その人が集まるところに行って、だからネットワークイベントとかでもそうだけども、いい人が集まるところに行かないと、やっぱり人ってやっぱりね、成長できないから、そういう意味で日本にね、あのトップの人がいないとは言ってませんけど、やっぱり日本っていうのは世界の中のサブセットであるから、世界の中の一部でしかないんでね。で、世界って日本だけじゃなくて、日本ってほんのちっぽけな部分だから、アメリカ、イギリス、カナダとかっていうと、もう本当にね、10倍、30倍とかって、ね、世界に広がってくる。そして経済活動とかね、コンセプトとか、最新のスキルとかっていうのは全て英語でね、アーティカルとかで、パブリサイズ、そのね、諸説とかで最初に知識がね、トランスファーされるのってね、やっぱりドミネントのラングして英語なので、それができることによって、その最新テクノロジーが、ね、入ってくるスピードも速くなってくるんですよね、媒体を通して。まあそういうことで、あのアメリカのトップ大学、カナダのトップ大学、一流のね大学に留学したいとかっていう人、それでその後のね、海外大学留学後のね、進学した後の就職まで考えての海外の大学留学だと僕は思ってるんで、あの世界のトップ IT 企業とかねで就職をしたいと、世界で本当に対等にやっていけるぐらいのスキルあって、孫社長みたいな感じでね、グローバルなね、その考え方とか見方とか知識とか広げて、ネットワークも広げてっていう風になりたい場合に、やっぱり最初に始まってくるのは、世界のトップの大学に行くと、その就職を考えて、就職から差し引いてね、考えたら、じゃあその世界のトップ企業がある近くで、そしてかなり上のね、有名ないい大学に行くとっていう風に考えると、地理的にね、どこの場所に行くかっていうのが狭まってくると思います。で、そうすると簡単に、もう少し簡単にね、大学する場所とかっていうのを絞れてくるってね。まあそういうことで、給付型の海外留学奨学金っていうのはすごい賛成です。やっぱりどんどん、枠から飛び越えて、どんどん新しい発想をね、常にやっぱり自分の枠から出て、要はチャレンジ精神のことだから、結局はね、自分のね、世界にとどまってたら新しいイノベーションとか革命とかって起きないから、やっぱり自分がやったことないこと、やりたくても怖くてやらなかったこととか、そういう新しい環境に入ってチャレンジすることで得られるものっていうのはね、全くね、変わってくるから、大賛成です。っていう、今日はね、そういう動画なんですけど、日本のようなね、受験戦争みたいなね、そういうことを必ずしもする必要はないんですよ。だってしてもね、日本の大学に行かれるための受験勉強っていうのは本当に偏ってて、社会人になってから役立つ能力が必ずしも備わってるかっていうと備わらないと思うし、偏りすぎてて一辺倒になってるし、で本当は社会に出て身につくスキルを学ぶ延長に大学があるはずだけども、その大学に受かるっていうのは本当に特殊なスキルみたいになってて、それをするために1日8時間12時間とかね、その有名大学とか名門高校とかに進学するために、その勉強だけ、例えばまあ数学はいいけれども、
英語とか歴史とかね、あの暗記弁当でちゃんとしたロジカルな考え方をちゃんと発言して、でコミュニケーションして、あの相手に伝えるとか、あとはね、その学問って基本的にね、セオリーばっかなんですよ。あの式とか論理とか理論とか、それだけじゃやっぱり世界通用しないからね。あの世界ってやっぱり数式だけではあの成り立ってなくて、やっぱ人が関わってくるし、ビジネススキルとかも大事だし、会話能力とかね、勘とかも大事だし、あのソフトスキルとかね、見えないちょっとしたスキルね、目の利きの良さとか、そういうのも大事になってくるし、そういうのは受験勉強じゃ育たないし、だからYahoo ニュースとかでよくあのその有名人のね、子供とか有名名門私立幼稚園に入園させたみたいな、そういうのがあるけども、それはちょっとまだ偏ってて、本当にその枠から出た海外のね経験を持ってる人とかは多分そういうことはやらないんじゃないかなと個人的には感じるんですよね。まあ自分、名門の私立行ったからってね、あのそのゴールがね、結局日本の大学の受験がゴールなわけで、その後まではね、ちゃんとやってくれないんですよ。だからその大学が終わった後の就職してその会社でどうしていくかっていう時に、日本の会社に働く前提だけだとやっぱり能力のね、あの限界点があるから、そこを超えた枠組みで考えると、じゃあ幼稚園、小学校、高校、中学、私立でお受験しないといけないかって考えたら、必ずしもする必要はないだろうし、どっちかっていうとね、あのインターナショナルスクールとかに行かせたりとか、例えば海外のね、例えばカナダのね、パブリックスクールだとハイスクールも無料なんで、そういうところに行かせて、あのもっとね、他の課外活動とかもやったりとか、価値観のね、考え方とかもそうだし、アメリカ、ノースアメリカ、北米のカルチャーに慣れて、あのチリも近いし、シアトルに行くのもね、3時間で行けるしとか、 LA にも行けるしとか、そういう環境の方がやっぱり入ってくる情報とか、最新のテクノロジーの情報とかも北米にいた方が全然入ってくるし、そういうので感化されて、あのじゃあこの大学行こうとか、じゃあこの大学院行きたいなとか、あスタンフォードの大学院いいなとか、 UCLA の大学院いいなとか、ワシントンの大学行って、その後 MBA ここで行って、でその後にあのインターンシップで近場のね、あの Amazon とか Microsoft でインターンして、で最終的にはあの自分であのネットワーク作った人たちとあのスタートアップをね起業したいとか、そういうねあの道が見えてくるですよ。あのやっぱり場所が大事なんです。あのやっぱりこっちにいるとそういうコネクションも出てくるし、考え方もね、影響がね、周りの人の影響されるから、で周りの人がどういう考え方をしてるかとかっていうのは場所によって違うし、こっちは結構スタートアップとかも普通にあるから、あのそういうのがね、どんどんスタートアップはやっぱり自分がやりたいことをやってみようっていうチャレンジ精神と、そのね、その自分の努力の結晶みたいなのだから本当に楽しいだろうし、そういうのがあのクールって思われてる、それでね、弊害があまりない日本みたいに伝統の会社でね、本当にトップのね人たちのね、のなんていうの、関係しがらみみたいな、そういうので新しい会社があんまりあの成長できないとかっていうのはあんまりこっちにはないと感じるしね、スタートアップでもいいテクノロジーがあったらね、大企業に買収されて、それでお金持ちになるっていうのがあるし、スナップチャートとかもそうだしね、インスタグラムも買収されたし、うん、リンクトインもね、マイクロソフトに買収されて、スタートアップは結局、いいところまで行って、大企業に買収されて、それで価値を何倍にして売るっていう、そういうこともあるから、そういうビジネスのやり方もあるから、まあそういうことも含めて、日本のね、有名大学とか、名門大学とかっていう名前だけにとらわれて、幼少期から、ね、18年間お受験だけのためにいろいろ犠牲して、時間を無駄にする、無駄にはなってないかもしれないけども、そういうふうにするバーサス、そのね、その考え方間違ってんじゃないのみたいに感じて、日本の外に出てもっといろんな世界を知って、でもっとそれ以上のね、日本大学出た時以上に得られるスキルを海外の名門大学トップのね、アメリカ、カナダの大学卒業して、インターンとか職業経験を得て、で海外トップ企業に就職して、そういう風にしてもらえれば、日本のね、若
い人たちにもっとスキルを得られて、あの本当に活性化していくんじゃないかなっていうのは、まあ、あのマイクロの視点で言ってるんでね、これがすぐに、ね、起こって5年後に変わるかって言ったら変わんないけども、少しずつですけど、あのアメリカ、カナダトップ大学留学したいとかっていうふうに考えてる人とかねいたら、あの参加になればと思ってビデオを作りました。ということで今日は以上です。本当に日本のね有名人でもアメリカのトップ企業とか就職し、卒業してかつ、成功者っていうのは本当に数少なくてね、手に数える程度だから、孫正義さんもそうでしょ。で、楽天の三木谷社長も確か、あのスタンフォードかななんかで卒業したんだよね。で、そういうトップの人が成功して初めてそういう道があるんだっていうのが一般の人に知れ渡ってくるあれだから、やっぱりねタイムのね、タイムギャップがあるんですよね。ズレっていうか遅れがね。だからでもそういうねモデルリーダーが今孫正義さんとかいるわけで、っていうことはもう頭の賢い日本人のね学生の人はそういうのに感化されて海外のトップ大学、アメリカ、カナダのトップ大学留学するように勉強して努力してもらえればいいかなと思います。世界は広いんで、またこういう情報があったらシェアしていきたいなと思います。ということで今日はありがとうございました。 Thank you guys for watching this video. I'll see you guys next time with another new topic. See ya. Bye bye.